お、あれ？朝顔やん。ここから出て行ってもらえませんか？桐生一馬さん。言ってる意味がわからないな。1年半前、沖縄、朝顔。あの子を琉球街の本屋で見つけてから1週間。この養護施設のことも、どういう環境で育ってきたのかも、すべて調べさせてもらった。もちろん、あなたの前の職業もね。沢村遥か。容姿やスタイルは荒削りだけど、間違いなく逸材。磨けば光るわ。私なら彼女をギラギラに光る宝石の中でも特別な存在にすることができる。うん、もうあれだけで可愛い。私にあの子を預けて、必ず成功させてみせる。その条件が俺がここから去ることだというのか。あんま関係なくない？人間っていうのは誰かを好きになればなるほど、その人の裏を知りたくなるものなの。血液型、出身地、服の趣味や家族構成、知れば知るほど身近になった実感を得られる。うわ。でもその相手が実際は手の届かない遠い存在であるほど、知りたいという感情はより強く作用してしまう。そしてそれは相手の知らなくてもいい部分を暴きたいという感情につながっていく。怖っ。遥の過去のことか。ええ、人の心ってのは無情なものなの。一度愛した人間に裏切られたと感じた時、その愛情は憎悪にすら変わる。そうは思わない？そうなんかな。でも出てったところで過去変わらへんやん。彼女を守るためなの。あなたと一緒にいた過去を消し去ることができれば、私は彼女を守れる。消し去れへん。ヤン、もういい。話は分かった。返事は？俺はここから離れるつもりはない。朝顔の子供たちにとって俺がいなくなることは幸せなことじゃない。うん、そうやそうや。俺は必要とされる限りここで生きていくつもりだ。ちょっと嬉しそうやん。それがあなたの仕事だと？仕事とかそんな軽いもんじゃない。それが俺の生きる道だということだ。何？用事があるんで失礼する。勝手に帰ってくれ。何にも分かってないのね。なんかイラッとしてる。道を極めたっていう割には随分世間知らずなのね、あなた。まあそれはそうかも。女の子一人に夢を見させることすらできない男がカッコつけてんじゃないわよ。彼女だけじゃない。先日ここを訪れた時分かったわ。朝顔に夢はない。あなたがいる限りずっとね。どういう意味だ？私が幸せと聞いたら、子供たちは皆口を揃えて言ったわ。幸せだ。確かに身寄りのない子供たちにとってここは最高の場所かもしれない。でもね、あの子たちは全員怯えている。何にだ？今だけの幸せが壊れてしまうことに。あの子たちは全員心からあなたを愛してる、うん、でもあなたといることの幸せを守ろうとするがあまり、全てのものを犠牲にしても構わないとすら考えてる。例えば夢。ああ、なんか太一も働くみたいなことを言ってるって。子供っていうのはもっとわがままで、もっと無鉄砲で、
もっと自分に忠実であるべきよ。あなたが近くにいると、あの子たちは自分自身の夢を描けない。夢、あなたにもわかるでしょ。子供たちがいずれ大きくなるためには夢ってものが大切になるんだってことくらい。そういった幸せを維持しようとする人間と、何も持ってなくても夢を追いかける人間、どっちが強くてたくましいか。旅をさせなさい。そしてあなたも旅に出て、人のためじゃなくて自分のために探すの、必死になれる夢を。だが彼女を私に預けてくれれば、その代償に子供たちの夢への保証をするつもりよ。面倒見てくれるの？施設の子全員が成人するまでの養育費、その他才能への投資、全て私が面倒を見させてもらう。そんなにはるかちゃん欲しいか。あなたは自分の代わりとなるスタッフを探して。ってことは代わりを。安心して、はるかちゃんは絶対に成功する。歌手という道はあの子にとってかけがえのない夢になるわ。私の夢。どうしてそう言い切れるんだ。本当にそれが遥かの夢かどうなのか、なぜあんたにわかる。簡単よ。私の夢も同じだから。は？ちょっとそれは違う。あんたの夢。そう、夢は必ず受け継がれていく。人から人へ、必ずね。え、はるかちゃんがなりたいって相談したわけじゃなくて、この人の夢やからきっとあの子受け継いでくれるわっていうのやったらちょっと違うと思うで。はるかちゃんが自分でそうなりたいって決めたんやったら応援するけどさ。はい、第3部全沢村遥香第一章、夢の舞台裏。はい、ということで皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。前回のパート撮ってから2週間ぐらい空いてんねんけど、次なんかその2週間の間にツイッターとかで次遥香ちゃんやでって言われてたからちょっとワクワクしてたけど、いきなりなんかあんな感じで始まってしまって、大阪蒼天堀久しぶりやな。2で来て以来や。てか蒼天堀2でやったっけ、はるかちゃんがスカウトされて。やっぱおじさんと一緒に本を選ぶって言ってたサブストーリーやったん。なんかそんなサブストーリーなかったっけ。あ、踊ってる。マンツーマン。ちゃうちゃうちゃう、何回言わせたら気ぃ済むんや。リズムに乗れって言うとるやろ。もう一回行くで。はい。はるかちゃんの夢なんかな。ちゃうちゃう、そうやない。違う。もっと具体的に分かるように指導するのがいい先生。はるか、恥かくくらいやったらステージみたいなもん登らん方がええ。もうやめた方がええんとちゃうか。やります、もう一回お願いします。はるかちゃんがやりたいんかな。ほな、もう一度初めから。ええか、言っとくけどこんなの基礎の基礎なんやからな。いい加減できなきゃもうやるだけ時間の無駄や。気合い入れとけよ。はいはい。
これダンスバトルとかいう、やっぱりそう、なんかはるかちゃんは喧嘩しひんくて、なんかダンスでバトルするみたいなの聞いてたけど、4本のラインから流れてくるボタンが図のマーク、あーなんか音ゲーみたい、あやばい、これまださゲーム遅延、え、あかん、これ黙る。そう、ちょっとさ画面に遅延がある状態やねんけど、なんとかなりそうやな。あんまり早かったりテンポ早いなんかそういうのやったら難しそうやけど、ゲージが溜まっていく。ほんまに音ゲーやん。え、乾燥部分をダンスパート、水色の重なる時ボタンを押す。え、ああそういうことね。はいはい。へえ、もう全然違うゲームやな。喧嘩とは縁がない。ふんふんふん。プレイ中に、L1 か、あれ、あのボタン。アイドルヒート。R？ いや、L やな。L1 やんな。アイドルヒートは一定時間で切れてしまいますが、ゲージが溜まりやすくなる。そういうことね。あー、もう完全にリズムゲーや。なるほどね。え、これさ、街歩いてたらダンスバトルしようぜって絡まれんのかな。5分休憩、オッケー。はい、わかりました。うーん、あー、能力値、アイドル能力。なんでダンスして歌唱力そんな上がんの。え、うまくいったよね。うまくいったよね。歌唱力レッスンで鍛えられる。魅力、握手会、表現力、ダンスイベントやダンスバトルで鍛えられます。基礎力、レベル上がることで上昇します。ちょっと面白そうやん。なんか喧嘩とは全然違って、今までのさ、カクつくとかなんかそんな感じの育てるイメージかな。はい、今蒼天テレビに出てる、そうです、沢村遥、うちのタレントです。沢村遥ちゃんです。沢村遥、16歳です。はい、沢村は今うちの一押しでして。そうです、プリンセスリーグで勝てたらメジャーデビューすることになってます。またまた、ほんまですか。いや、その際はぜひぜひ。はい、なるほどですね、了解です。はい、そしたら失礼いたします。仕事の依頼っていうわけじゃなさそう。ちっちゃい事務所やな、意外に。え、あかん？なあ、堀江ちゃん、水くれる。え？自分で取りや。はい、ただいま。嫌な先生やな。なあ、社長。いくらなんでも、あと1週間でプリンセスリーグで優勝させるレベルまで鍛えろなんて、無理やで。時間がなさすぎる。今さら泣き言？プロなら言われた期日できっちり形にしなさい。最初の話じゃ1年がかりで育てるって話だったはずですよ。やり始めて、それが半年か。時間がなさすぎですって。歌なら歌、ダンスならダンス、どっちか一つにレッスン絞った方がええんじゃないですか。私は遥かをただのアイドルで終わらせるつもりはないの。確かにあの子は掘り出し物ですよ。動きはいいし勘もええ、ルックスの割に根性もある。そう思ってくれてるんや。なんせこの半年社長が方々を集めた中で逃げずに残ったのはあの子一人だけですからね。へえ。なら問題ないじゃない。いや、だからこそもっとじっくり育てる方がええんやないかと。
口出しは結構容疑た。あなたは黙って言われた通りにやればいい。それに見合うだけの金は払ってるはずでしょ。社長、大木田さんも遥のことを思て言うてはるんですし。この社長今んとこ好きになれへんな。なんか夢押し付けてるみたい。遥ちゃんの口からなりたいっていうの聞くまで。あなたと私は契約でつながってるの。こちらの条件に従えないなら今すぐ契約解除してもいいのよ。もちろんあなたからの途中解約ということになるから、いろいろとそっちが損することになるけど、どうする？この人も大変やな。ああ、やりますよ。やりゃいいんでしょ。あの先生も好きになれへんなって思ったけど、結構かわいそうやな。むちゃ言われてんな。はるかちゃんの口からなりたくてしょうがないんですって聞くまでちょっと納得できんとこあるけど。えかはるか、言うまでもないことやけど、できるようになるまで何度でもやる。曲の最後まで俺の振り付けをマスターするまでレッスンは終わらせへんで、分かってんな。はい。ほな準備が良ければ始めんで。いいよ。いいえって、あ、いいえって言ったらどうなんだろう。よっしゃ、行くで。てか、すんなりはるかちゃんのダンスから始まってるけど。え？はい。はい。これ実況、むずい。だってやるだけやもん。音ゲー実況ってめっちゃむずくない？あの夢も憧れも、え、ちょっとやっぱラグがあるから。リズムおかしい。はるかちゃんの歌声聞いといて。あー、キリュウちゃんの愛の手を入れてほしい。アイドルみたいな歌やな。アイドルみたいな歌っていうのも変やけど。めっちゃ真剣になっちゃうからさ、全然喋れへん。これ？あ、でもイージーなんやな。先生、ちょっとは認めてくれる？あ、まだ。おいおいが、はいはい、なんか頭に勝手に流れてる。あ、ミスちゃった。あー、惜しかったな。あー、くそー、あとちょっとです。全部フルコンボやったのに。まあしょうがない。え、まあ今のは悪なかったわ。やっぱ上出来やな。一回のミスが。よし、今日はこのくらいでええやろ。目立ちました。明日もきついで。夜遊びせんとしっかり寝ておくんやな。
ありがとうございました。はるかちゃん一人暮らししてんの？え、めっちゃ危ないやん。捕撃禁止2000。え、スキルソウルはもらえるんや。なんで一気にレベル上がってくれていいんですけど。体力ゲージ少な。うまくいったよね。うまくいった、いった。お疲れ様。お疲れ。社長。社長にめっちゃ明日から慣れ慣れしく。いよいよプリンセスリーグの決勝戦が始まるわね。明日からな。はい。優勝すれば大々的に売り出していくわ。負けたら？その一つとして、あなたには最高のステージを用意してある。最高の？最高の？そう。プリンセスリーグ決勝ファイナルラウンドの4日後、東京でメジャーデビューのライブをやってもらうわ。東京で？東京でライブ？ええ、間髪入れずに東京進出するの。そうなれば話題沸騰、一つのムーブメントを作り出すことができるわ。東京進出こそメジャーという世界に飛び込んだ証明になるの。わかる？はい。でもポットで終わらへんかな。失敗は許されないってことよ。わあ。あら、いつになく浮かない顔ね。不安？いや、ちょっと話が大きすぎてまだ実感が。まず優勝しんな。何言ってるの？これからあなたの身の回りではこれまで想像もしなかったことが一気に起きるのよ。あなたの歌を全国の何十万という人が聞き、何百万という人の目に触れる。浮世離れした体験があなたの日常になるの。ちゃんと覚悟しておきなさい。はい。でもまだ決勝で勝てるかどうか。そうね。でもあなたは負けられないはずよ。あなたが負ければ沖縄の施設への援助を打ち切らせてもらう。あの施設は閉鎖することになるでしょうね。そうなればあなたの帰る家はどこにもなくなる。その意味がわかるでしょ？わかってます。私どんなことがあろうとやめませんから。そう。疲れてるところ悪かったわね。ちょっと葉っぱかけただけ。葉っぱの量が半端ないねんけど。一つ覚えておいて。アイドルというのは多くの人に愛されなきゃならない。わかる？はい。そして愛してくれる人たち、つまりファンは、いろんな言葉や形でその愛を表現する。そのすべてを受け止めなくてはならない。はい。うわ。好きだ、可愛いと言われて嫌な気分になる女性はいない。最初は誰でも有名になった瞬間からその愛に幸せを感じていられるものよ。いや、求めてたらな。でもある日気づくけど、ファンからの愛情は本物の愛情ではないことに。え、社長さん何があったん？ファンの愛とは一方的なもの。愛と呼んではいても本当のそれとは違う。そしてその現実を知った時、ほとんどの子は潰れて消えてしまう。それが原因で？確かに現実はそうだったとしても、それを理解した上で続けることだってできそうなもの。でもそれがみんなできない。どうしてですか？彼女たちは愛されるということが当然のことだと思っているからよ。普通に両親がいて、普通に教育を受け、普通に育った人間にとって親や友達がいるというのは当然のこと。そんな当たり前の環境の中で、当たり前のように人と接し、当たり前のように受けてきた愛情が彼女たちを弱くする。一方的な愛と本物の愛の差がわからない。だから一方的な愛を失っただけなのに、自分の愛の全てを失ったんだと思ってしまう。愛されて当然と思っている人間は愛情の形すら認識できないの。なんか愛情の
形。難しいこと言わはる。アイドルとしての道を選んだあなたが不安に思う気持ちもわかる。選んだんか。でも私は知ってる。選ばせたんじゃなくて。あなたはすでに愛されるということがどういうことなのか分かってる人間のはず。大丈夫、あなたならきっとやれる。自分を信じてレッスンを続けなさい。社長。ん？もしかして社長も私と同じような環境で育ったんですか？勘のいい子ね。私も実の親の愛を知らずに育ってきた人間なの。物心つく前に親からひどい虐待を受けててね。おー、虐待。長い間誰にも愛されない環境で育って、私はテレビで見るアイドルという存在に憧れたわ。多くの人に愛される彼女たちはあの頃の私とは真逆で、すごく眩しかった。子供だった私はだからアイドルを目指した。もっとも私の場合は成功には程遠かったけどね。明日はまず講演会主催のイベント、その後午後から蒼天テレビでプリンセスリーグ決勝。もう決勝。第一ラウンドの収録よ。あ、そうか、決勝か。朝9時に事務所でいいわ。あ、そう、明日から堀江をあなたにつけるわ。今日はもう帰って休みなさい。お姉ちゃん。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様。社長、私頑張ります。もちろん分かってるわ。社長言うことたまにきついけど、はるかちゃんには声のトーンがちょっと優しいな。てか、はるかちゃん、着替えも済んだし、堀江さんに挨拶してから帰ろう。あ、メール。マックマックのメールがはるかちゃんにまで来んの？じゃあ天気あるってこと？よろしくね。なんだろう、このメール。何かの間違いかな？ちょ、待って。能力強化できます。ちょっと見よう。気持ち急上昇。へえ、キューティーショット。相手の動揺を誘い、ヒートをわずかに減少。体力の最大値。やっぱダンスしてたら疲れるから体力ある方がいいってこと。ヒート、なんか左の、じゃあ右のはるかちゃんがすごい可愛い。どうしよう。はるかちゃんの場合何を育てるべきなんやろ。キュアプリーズ。体力回復する。やっぱ体力使うの？ご飯食べたら回復すんのかな。ちょっとなんか強化しとくか。まあ気持ち急上昇にしとく。それとあと体力にしとこっか。体力いりそうやし、なんか。あ、だいぶ増える。よっしゃ。携帯も天気見れんのかな。マックのメールだけか。鈴木さん、はるかちゃん、これし名前は違うかもしれんけど、どっちも知り合いなんちゃうの？これ見てはるかちゃんどう思うん、これまあ、ええわ。行くか。あ、ここで、調べる。調べたらどうなの？セーブ？お、サングラス？今度のお仕事の時はこれを着ていこう。どういうこと？全然わからへん。赤黒ボーダー。これもう一回調べたらサングラス？あー、わからんな、ちょっと。とりあえず、普通のさっきのボーダーにしとこう。てか、はるかちゃん動かせんのって初めてやで、今までのシリーズで。いっつもキリュウちゃんが手繋ぐぐらいやったし。へぇー。このレッスンフロアにこんな土足で入っていいの？大丈夫？上？
ちょっと待ってよ。別に目的地ないな。ちょっと探索してみるか。結構なんか暗い不気味な感じの雑居ビル。あ、ここ屋上か。あ、なんか落ちてる。あ、コインロッカーの鍵や。懐かしい。そっか、蒼天堀やからコインロッカーの鍵なんや。てか蒼天堀って、あ、ここいつか通れるようになりそう。蒼天堀ってめっちゃ懐かしいな。サイモンさん今何してんのやろ。それには触れたらあかんのかな。サイモンさんとキリュウちゃんができちゃったとかなったせいでメンツ丸つぶれやから、今回どうにかして大阪府警のメンツ回復するにゃって言ったはったもんな。はるかちゃん、あ、この人が堀江さんか。所長に言われてね、アパートまで送るわ。準備ができたら声かけてくれる？それとももう帰れる？あー、ちょっと待って。いいえ、ごめんなさい、もう少し待っててもらえますか？わかった、それやったら帰るときに声かけてくれるかな。わかった。わかりました。この人はなんかいい人っぽいな。裏切ることもなさそうやし、そんな役回りをしそう。あ、セーブポイント、セーブポイントコピー機なん？社長、社長、あれ入れへん。入るって今なかった？はい、あれあれ、どこから入ってんの？あ、なんやかんや、なんかちっちゃい事務所やなとか思ってたけど、結構豪華やな。プロジェクター？テレビあれ。でっか！テレビや。これ主観、あ、できる。わー、これ立体音響？あ、いや、違うな。あ、違うにスピーカーはないから、まあ、ここだけか。でっか、何インチの、あ、プロジェクターもある。スクリーンみたいなのもあるやん。あれ、ピーって下ろしたらプロジェクターあんの？あるやん！すごい！え？これじゃ、え？こっちはテレビで、かつスクリーンで、でも同じ大きさの画面やったらテレビでええやんな。あれ？これもうスクリーン降りてんのかな？ちょっとわからんけど。へえ、いいな、いいな。なんやかんやで、なんか、いい事務所やな。外は、なんもない。なんもないって。社長はいいひんのか。金庫ある。これなんかいつか開けることになりそうちゃう。こんなところに、意味ありげに、金庫がある。へえ、ちょっとこうさ、新しいとこ来たらこう、部屋の中とか、物色したくなるねんな。なんかあの写真あるな。写真何写ってるかわからへんけど。あ、ここにもスピーカーあるやん。ここにもスピーカーある。あ、めっちゃ、音響整ってるわ。すごい。めっちゃ立体的に。社長、こんなとこで映画見ながら過ごしてんのかな？いや、そんなんどうでもいいねん。ちょっと。いや、事務所うろうろしたいやん。こういうとこ来たらそうちゃう？でもはるかちゃん売り出し中なんはわかるけどさ。はるかちゃん以外にも、まあ、いるっちゃいるんやろ？だし。コンビニ通信。なるほどね。おっか。まあ普通やな。オフィス街って感じ。なるほどね。じゃあ行くか。あ、でもな、結構時間いいから今回この辺にしようかな。ちょっとあのムービーばっかりで、うちなんか喋りたいこといっぱいあったけど、ムービー下げるのもなと思って、なんか中途半端に喋る形の動画になっちゃったけど、まあいいや。ということで、皆さんここまで見てくださってどうもありがとうございました。いや、はるかちゃん動かせるってめっちゃ新鮮やな。ちょっとさ、バトル中か喋る実況っていうのがちょっと難しいから、どうしてもなんか黙りがちになっちゃって、ちょっとなんかどうかなとも思うけど、まあ、とりあえずはるかちゃん編頑張っていこうと思うのでよろしくお願いします。ということで、ここまで見てくださってどうもありがとうございました。また次のパートもよろしくお願いします。ではでは、またね。バイバーイ。